乃木フラの配信自体結構久々な気がする。最近ずっとポケモンばっかやってたから でもな、バロラントもなやんないとなんだよね。正直なところ、いや、めっちゃ甘いもの食いて。俺もしかして妊娠した？めちゃくちゃ甘いもの食べたいんだよね最近。なんか妊娠した人とかによく聞く話なんだけど、なんかめちゃくちゃ揚げ物とか、まあ、しょっぱい系のものを食べたくなる人と、めちゃめちゃ甘いものを食べたくなる人っているらしいんだよね。なんかその二分化されるじゃないけど、そういう感じになる人が多いらしい。でも確かに何々さん最近めちゃくちゃ甘いものばっか食ってるよなみたいな。職場の女性がめちゃめちゃしょっぱいものばっか食べ始めたりとか、めちゃめちゃ甘いもの食べ始めてたら、あれこの人っつって、あ、疲れてんのかな。いやでも正直疲れはある、正直疲れはあると思います。ちょっとねここ数日いろんなものに追われてまして、あの年末なんで年末なんでいろんなものに追われてまして、それの影響もあって、あとちょっと生活リズムがねあんまり正しくないから。でも俺明日外に出なきゃいけないから、ちょっとどうしようかなって感じ。でもなんか会社に勤めてるわけじゃないから、俺はあの今日はちょっと事務的な仕事ばっかしてましたね。なんか書類書いたりとか、その請求書とか領収書とか、そういったものの調整だったりとか、そういったものばっかでしたね。月が明けたのでそれの確認と、あとはまあ各省の連絡だったりとか、そういったものとかで、あとこっちが支払わなきゃいけないやつをまとめておいたりとか、年末決算とか、そういったもろもろばっかやってましたね。ほんと今日事務的なことばっかやってました。あ、乃木パーうちに行きたいんですよね。いやでも、でもなんかちょっと配信したい気持ちもあるんだけどな。パチンコ YouTuber、パチスロ YouTuber の人ってさ、許可取ってんのかな店舗とかに。パチンコ YouTube 投稿。よく YouTuber がパチンコ屋でパチスロとかパチンコ動画撮ったりとか、素人が勝手に撮ったら注意すれば許可とかありますか？店に無断動画撮影禁止が書いてありますか？ライターの場合は事前に撮影許可を取っているので問題ないですね。逆にその店の宣伝としてライター呼んでる場合もあり、その日は暑い日となります。YouTuber でも同じで撮影許可を取っている人もいますが、残念ながらいない人もいるでしょう。素人が演出などを撮るための写真撮影が右手が決めているので、注意事項に書いていないなら自分で楽しむ分の撮影はいいと思います。ただ注意したらやめましょうね。レア演出撮るぐらいなら文句言われないと思います。長時間撮影してたら警察沙汰もある。でもこれあれだよな、自分の音とかもさ、自分の声とかも収録しなきゃいけないから、うるさかったらうるさかったで結構きついところあるよね正直。でも乃木パは個人的にうちに行くか、そしたらちょっとだけ、そんなあれ、何万勝ちとか狙わずにさ、純粋に1000円2000円入れて遊んでくるみたいな感じでちょっと行ってくるわ、そしたらどっかの店に。いくちゃんの卒婚は行かないです。申し込みもしませんでした。あとはカスタマイズとかちょっと軽くしないとやな。あ、俺待って、カスタマイズやばいかもしれん。全部バラバラかもしれん。やばいかも。あ、やばいわ。まあ、とりあえずパチンコで撮影か配信するってなったら、まあ、事前許可、まあ、当たり前だけどね。事前許可取って、そっからやね。いや、俺カスタマイズ、全然やってなかった。まずい。じゃあ今日はカスタマイズスロット配信です。うわぁ、これもいいんだけどな。バイタリティが低くなっちゃうのちょっと嫌だな。バイタリティとエフォートが高、あ、これでいいや。俺、パチンコ、そんなやったことないんだけどさ。まあ、軽くはあるんだけど、あ、いいじゃん。がっつりやったことまだないから。でもまあ、がっつりはやんないかな。でも言うて。なんかとんでもねえ数値出た。もういいや、こいつにしよう。サミタとかでもう遊ぶぐらいだな俺パチンコは。ぶっちゃけサミタに乃木パが入ったらな、でかいんだけどな。まだ入んないとか、入んないやろうな。
いろんな権利的に。だって AKB のパチンコもサミット入ってないから、多分それで考えると乃木パもきつそうだよな。俺わかんないのがさ、パチプロの人ってさ、どうしてんだろうね。いや、なんかその当たりやすい台を見つけてやるっていうのは、まあなんとなくわかるんだけど、まあそりゃそういうもんでしょうっていう風な、結構アバウトな感じではわかるんだけどさ、例えば出禁になる人とかもいるわけじゃん、店側から。どういうことをしたら出禁になるのかっていうのがわかんないんだよね。その当たりやすい台を見つけてその台を独占してやるのがダメなのか、それともはたまた違うのかっていうのが。でもな、なんとなくわかるんだよな。パチンコの負けはパチンコで取り返したいっていう気持ち、なんとなくわかるんだよな。でな、俺はあれなんだよな、パチンコとかってそのゲーム感覚でやっちゃうから。まあ実際うち行った時とかそうだったんだけど、まあ1000円2000円使ってさ遊ぶだけっていう風なことが多かったから、パチンコであの釘打ち、あれ玉が転がるあれってことか。いやでも確かに釘の角度をほんと少しだけでもずらしたら変わりそう、ああいう系って。あと台に何回確変出てるかとか。ああ確かに。そのわ俺わかマジでパチンコ初心者だからさ、わかんないんだけど、確変が出てない台の方がいいの、それとも出てる台の方がいいの。いや、なんか友達から聞いたのは、回転数がそこそこあって大当たりとか確変が出てない台があったら絶対座った方がいいっていうのは聞いたんだけど、俺まずそこからがわかんないんだよね。俺別にそういうの関係なしにただ遊んでるだけだから。いや、まあお金を稼ごうと思ったら多分それは大きいと思う、台に何回確変がどうのこうのっていうのは。俺別にお金稼ごうと思わずに遊ぼうっていう気でやってたから、マジでわかんないんだよね。副キャプテンアスカは向いてないかな。斉藤さんって人をなんだろう、導くというかまとめるというか、そういうタイプの人間ではないと思う。あの稲妻イレブン的な言い方をするとさ、あの遠藤守が、まあ、今の秋元さんで、で喜怒が副キャプテンになったらなった梅沢さんで、で豪炎寺が斉藤さんみたいな、多分そんな感じだと思う。あのエースとキャプテンは違うみたいな。でも何かあった時に豪炎寺に任しとけばなんとかなるだろうっていう風な感じがアスカさんだと思う。で何かあった時に斉藤アスカなら大丈夫だろうっていう、そういうあれなイメージがする俺は。